コンコリン、刹那圭介だよ。これ見てください、俺の推しの VTuber コロ調査隊のノート、ブースで販売されていたので買っちゃいました。前にも動画でね、開封動画、カンパチだったかな、もう買ったんですけどね、ノートも発売されましたんで買っちゃいました。これすごいよね。リング飴を加えたコロ調査隊のイラスト、誰が描いたんかは正直知らんのやけど、すっごい可愛いし、リリシーっていうか凛としとるような感じがするよね。こんなテーテーノートを買ったらね、なんと一つの企画が俺の頭の中に浮かびました。その名もテーテーワードダービー。テーテーワードダービーとは、テーテーと思うワード、つまり好きなものの単語、まあ好きな漫画でも好きな VTuber、人物、物の名前でもいいや、を制限時間内にどれだけ多く書けるかを競う競技だ。というわけで今回はね、5分間の中で自分がテーテーと思うワード、まあ好きだと思うワードをね、どれだけ書けるかに挑戦していきたいと思います。作戦としてはね、最初の方は好きな VTuber さんの名前を書き連れていけばいいんじゃないかなって、それで数稼い、稼いでいけばな、それなりの数になるんじゃないかなと思っております。というわけで位置についてよーいドン。最初はやっぱあれでしょ、おっぱい。コロ調査隊。やば、めっちゃ俺字汚い。早書きもあるけどさ、めっちゃ字汚い。読めんかもしれんけどさ、書き取ったらセーフということにしてくださいね。あっちゃ。はい、イガラシ5つ。わあ、これ返しただけやね。漢字4、3つで、あずましよ。ロック、法律、陸、六法陸ル。ひらがなじゃない。いいじゃない。ああ、来てない。字が来たよ、明らかに。立花まんまる。他に誰か VTuber の名前。魂どう書きよったっけ、魂どう書きよったっけ。こうで、こうで、こうで。おたたまたまこ。静かは青に、これで静か。リンって字。リンが、こうでこうで、こうやな。静かリン。他に誰かおらんか、VTuber。VTuber じゃなくてもいいやけど、VTuber。誰かおらんか。もう VTuber やめじゃ。好きなもん、もっと、86。86って聞いたら漫画で、MF。MF ゴースト。漫画つながりで、メジャーセカンド。他に漫画ないか。鬼滅の刃。は俺読んだことないよな。世間的に人気やけど。漫画やめよう。漫画やめよう。好きなゲーム。好きなゲーム。東京クロノス。できたら、ちょっと長いけん、次の行にしよう。
アルトデイズビヨンドクロノス発売もお待ちしておりますよ。12月の発売もあってますよ。次ゲームから離れろ、ゲームから離れよ、ゲームから。なんか好きなもんあるか。俺って何が好きなんじゃ、俺って何が好きなんじゃ。ショートヘア、俺ショートヘアの女が好き。何がある、他に何がある、なんか書くもんないか。赤好きな色こんなんでもいいや、もう好きなもんだったら何でもいいだろう。G カップ、はい G カップ、まあ大きければいいんやけど、 G カップで、とりあえず大きければいいんやけど G カップやな。他になんかないか好きなもん。俺の好きなもんは、デュエルマスターズ、あ、デュエルマスターのクリーチャーの名前、好きなクリーチャーの名前。プロメテウス、ホワイトドラゴン。あと何がある、好きなもんの名前。やばい、あと30秒しかない、あと30秒ちょっと。好きなゲーム、あ、そうじゃそうじゃ、好きなゲーム他に、プラトゥーン2、レインボーシックスシージ、あと10秒しかない。なんか他にないか、他にない。何やろ、未来あかり、終わり。じゃあ計算していきましょう。1,2,3,4,5、6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。というわけで、21個の定点ワードを書くことができました。意外と5分って短いな俺もうちょい書けると思っとったんやけどさというわけで、今回はこの推しの VTuber のノートを使ってこういう企画をやってみました。別にね、この推しの VTuber のノートじゃないとあかんってことないんで、どんなノートでも、っていうかノートでなくても紙だけでもできるんで、この企画。まあちょっとこういう企画、まあ真似してみたいなっていう人が、そういう物好きがおるんだったらちょっとやってみてくださいはい、というわけで、ちょっとしょうもない企画の動画にご付き合いいただきありがとうございました。まあ俺が最後に言いたいのはね、黒調査隊をスコレってことですね。この子ね、前にもカンパチの時にも言ったんですけどね、すっごい行動力のある子でしてね、なんと最近ね、ちょっと前にね、なんととうとうお笑い芸人の方とコラボしたっていうね、ことがありまして、YouTube で、この子自身のチャンネルでお笑い芸人と一緒に生放送してたんですよね。それもあるし、そういうお笑い芸人の方にコラボを申し込むっていう行動力もあるし、最近だったら、この子と、和菓子屋っていうかな、洋菓子屋、ケーキ屋さんって言えばいいかな、洋菓子屋のお店とコラボして、この子のイラストがデザインされたお菓子なんかも発売されることが決定されたりしてね、もう個人勢で事務所とかそういうバックがいないのに、自分の行動力でここまでいろんなグッズコラボを成し遂げていくという、この子の行動力、しかも一つこれをやるって決めたら絶対に達成していくっていう、この行動力、そこがね、この子の魅力で、俺がこの子に注目している理由なんですけどね。というわけで、今回はもうぶっちゃけて言うたら、コロ調査隊という VTuber の紹介動画みたいなとこですが、またこういう企画が思いついたら、また動画にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。週明け